東人坊、中央が三段岩東人坊東人坊は、福井県堺市三国町和島に位置する崖。越前加賀海岸国定公園の特別保護地区に指定されている。日本海に面した海色崖で、険しい岩壁が続き、最も高い場所で約25メートルの垂直の崖がある。東人坊を構成する岩は、奇跡安山岩の中上設理で、 これほどの規模を持つものは世界に3カ所だけであり、地質上極めて貴重とされ、国の天然記念物及び名称に指定されている。観光地として開発されており、遊歩道や遊覧船、展望用のタワーや商店街などもある。地名の由来は、乱暴あるいは恋愛関係で恨みを買って、ここから突き落とされた平泉寺の層の名前による。座標は、世界測地形では、 北緯36度14分16秒統計136度07分31秒。日本測地形では北緯36度14分5秒統計136度07分41秒である東人坊周辺の空撮。左の海岸が東人坊。中心部が駐車場と土産物店や飲食店が連なる商店街。東人坊は 今から約1200から1300万年前の新生代第三期中心世に起こった火山活動でマグマが堆積岩層中に貫入して冷え固まってできた火山岩が日本海の波による侵食を受け地上に現れたものとされている。屏風岩、中上節理が発達している。東人坊の火山岩は白色の社長石の繁晶や暗緑色の普通奇石、 死疎奇跡の反殖を含む東人防暗残岩でマグマが冷えて固まる時にできた五から六角形の中状の割れ目がよく発達している。この中状設理の規模の大きさが地質学的に極めて貴重であるとされ、昭和10年に国の天然記念物名称に指定された。また、平成19年には日本の地質百選に選定された。由来や伝承は複数あるが、 大島の大港神社では以下のような由来を紹介している。昔、平泉寺には数千人僧侶がいた。その中にいた東神坊という僧は、怪力を頼りに民に対して悪事の限りを尽くした。東神坊が暴れ出すと手がつけられず、誰も彼を抑えることができなかった。東神坊はまさにやりたい放題、好き勝手に悪行を重ねていたので、当然のように、 平泉寺の僧侶は困り果てていた。また、東神坊はとある美しい姫君に心を奪われ、恋がたきである、間がら里子年という僧と激しくいがみ合った。勝山市平泉寺にある坊主、東神坊の住居跡。祖母を理由に仲間の僧たちから、海のこの断崖から投げ込まれたので、東神坊と名付けられた。そんな樹影元年四月五日、平泉寺の僧たちは、 皆で相談し、東人坊を海辺見物に誘い出す。一同が高い岩壁から海を見下ろせるその場所へ着くと、早速岩の上に腰掛けて、酒盛りが始まった。その日は、天気もよく眺めの良い景色も手伝ってか、皆次第に酒が進みそのうち、東人坊も酒によって、横になり、うと,うとうとと眠り始めた。東人坊のその様子を伺うと一同は目くばせをし、 マガラサトシネンに合図を送った。この一堂に加わっていたマガラサトシネンは、ここぞとばかりに、東人棒を絶壁の上から海へ突き落とした。平泉寺の僧侶たちのこの観光の本当の目的は、その悪事に手を焼いた東人棒を酔わせて、高い岩壁から海に突き落とすことにあった。それから49日の間、海は大荒れとなった。かつては遊園地や、 ヘルスセンターを用していたこともある。校舎では内部にヘビ縁があった。救いの電話2番。ありがとうございます。